青春感じてみませんか。はじめまして、聖老寺屋学院高等部1年の四谷誠です。俺は幼い頃からこれといって憧れとか夢なんてものはなかったんです。人並みに人並みに、それで十分満足でした。だから高校生になっても特に目立たず、今まで通りに生きていくつもりだったんです。彼女たちに出会うまでは。さっきから思ってたけど、あんた生きてて楽しい？え？微妙って顔に書いてあるわよ。そうですか。せっかく生きてんだからもっと楽しそうなオーラ出しなさいよ。いや、もともとこういう顔ですけども。決めた。え？あんた私たちの犬になりなさい。犬？安心して。嫌ってほど楽しませてあげるから。ちょっと待ってください。犬って一体、それに私たち？聖老寺屋学院高等部トラブルバスターズの雑用係。何か不満？不満っていうか、そもそも疑問だらけで。返事ははい以外認めないわよ。大丈夫。この私、春日の桃子があんたの学園生活を必ず意味のあるものにしてみせるから。楽しいことは全力でやる。そのための障害をぶっ潰すのが私たちトラブルバスターズの役目なのよ。じゃあそこの犬、せいぜい汗水垂らして働くです。あの、私犬好きですよ。長子様、出しゃばりに3はいりません。長子様、時々幼稚だからな。笑えて、キュンとして、甘酸っぱくて、個性豊かなキャラクターが織りなす学園日常系青春コメディ、ドラマ CD4 聖老寺屋トラブルバスターズ発売中。詳しくは聖老寺屋で検索。これが思いがけずに始まった俺の青春の物語。